こんなビローンになりますよね。今日また使いますけども贅沢な教科書ですよね。これ裏面見たら今日ちょうどように空海のね風信帖がありますよね。今日はこの紙一枚あたりだけなんですけども、はい、ここで、8行目ですかね。この蘭亭の条というのは、全部で28行にわたって書かれています。蘭亭のみそそぎのね、前代貝やね、今で日本で言うたら何やろ、歌会みたいなのかな、そんなする時の序文が書かれてるんですけれども、その序文全部で文字数数えたら324、数えてませんよ、どこの本に書いてたんですけどね、324文字あるんです。その中の、今見てほしいのは8行目です。下に番号打ってますやろ、123、これ何行目やっていう、その番号の上を見てください。8行目の下から4文字目、慶風が蝶の風、この風とこの裏側の風信帖のこの風をちょっとこう比べてみてください。ほとんどスタイル一緒でしょ、ね、たまたまやんと思うか知らんけど、まあ雰囲気的によう似てるんですよ、やっぱりね。この風とここの風、この指2つ刺してる部分です ね。こういうところを見ると8行目です。8行目の、はい、風と次ひっくり返してもらうその、ね、風信の風ですね、よく似てますよね。まあ、こういったこともやっぱり裏付けされて、まあ、当然のことながら唐の時代渡ってるんやから、こういうようなことも勉強したやろうなと。風信帖においてはかなりこの王羲之の影響が強いかなと私もそう思います、ね、で次ですね、顔真のその影響もあるんじゃないかなと言われてます。私もそう思います。それはこの風信帖じゃなくて、今日はもうコピーも用意してこなかったんですけども、皆さん高野山教書大会なんかに出されるときに、勘定記、勘定歴名とかいうのがあるんですけどもね、お坊さんの名前がいっぱい書いたやつです。寺の名前と、こんな書いたことありませんか、勘定歴名。この辺の字の強さなんか見ると、あ、やっぱりちょっと顔真風やなというのがね、匂えるんですよね。やはり、空海さんという人は唐の時代のその時の流行りであった書をしっかりマスターして帰ってこられたなというのが確認できます。この勘定歴名も、大事な古典だと思いますのでね。その他若い時に、書いてた道古詩句なんですね。これは教科書に名前載ってませんけども、これも高野山に伝わってるんかな、空海さんが若かりし頃です。今の小森先生よりももっと若い時に書いた詩やと伝えられてることです、ね、これもきちっとした字ですよ ね。また見てもらったらいいかと思います。これなかなか教科書に載ってるのは少ないんです、ここまでね。あと空海さんというのはもう一つ飛白体って言ってね、ちょうどペンキ塗るハケのようなやつ、ね、そのハケのようなやつでふわっと書いたような、ちょっとこれもコピーしていきたい、また見忘れたんですけども、飛白体とかとにかくいろんなことに挑戦してやってる、書家です、ね、書家というか坊さんというか、ね、そういう空海さんです、はい、それを今日は勉強していこうかと思いますのでね、はい、そうしましたらちょっと戻りますね。蘭亭の条の話からというか、行書の話からしようかな。まず蘭亭の条から話しましょうか。これから今古典研究というね題で、勉強皆さん今年で2回目なんですけどしてますね。古典臨書で人それぞれ違いますけど、何のためにするの、ね、それを形をよく見て真似して書いてね、技術力を養う、まあ、それは当たり前ですよね。筆使いをそれに近づくように書くって当たり前だけど、最終目標は私の場合は自分の作品作りなんですね。自分の作品作り、自分の作品の肥やしになろう方がええやないかなと、まあ、それには臨書せなあかんね。よく、面白い字書きたいな、こんな昔の真似してどないすんねんとかいうね、人もいらっしゃいます。中にね、ちょうど一人の人でもね、いやいや型破りの書を書こうと思ったら型を知らんと型破りならへんや、破るもんがないもないのにね、初めからむちゃむちゃ書いたかって、それ型破り違うやつ私思ってますので、やっぱり型破りの型破りをしようと思ったら型をまず学ぶ、その型は古典臨書やなと思いますのでね、それをするためにやる、最終的には型を破っていいかと思うんですよ、ね、突飛でもないようなもん書いてるといいんです、ね、楽しくやってもらって、それがまあ大体皆さんの意見とか自分が臨書をしっかりしてたら、これやっぱあかんやろなというのが分かってくるかと思うんです。人がいろいろ言いますけども、まず自分でいろいろやってみてください。僕の指導法というのは、まあ、やってみて、ね、
分かるんじゃないかなと、ね、やっちゃいにしたいなんけど何でもやっちゃっていいんですよ。やって後でまたね自分なりに反省もしていいの、ね、とにかくやらんとどうかなどうかなと思いながら年食ってしまったら何もありませんから、やりたいことはいろいろやってみてください。その中に答えは出てくるかと思います。5文字あるとしたら上の字があっての下の字、ね、その上の字を無視して学んだらダメなんです。創作に使うときにいきなりこれを持ってきてもいいですよ、ね、こう持ってきて、ね、ちょっとやりすぎですけど、一期一会書くんやったら、ね、こう書いてこう書いてこんな位置でも普通に読むとおかしいでしょ。上に何もないんやから普通に書きゃこれでいいんですよね。で次一期一会のここから来た時にはこう受けたらいいんですよね。ここからちょっと皆さん見にくいところに書いてしまいました、ね、だからこれがあるということは上に何か文字がある方がいいわけですよね。そういったことを見ながら書いてもらったらいいかなと思います、ね、そういう細やかなところをしっかり鑑賞してください、ね、この中に324文字の中にいろいろ出てきますけども、あ、上の文字を受けての筆の入り方やなというふうに感じ取りながら、ね、あるいはもうそれ関係なく、あ、打ち込みが強く欲しかったんやなというところを見て書くとかね、やっぱり何かを考えて考えるというかな、自然体で書いてると思うんですけどもね、そういったところの違いもありますと思います、はい、そういったことがここに説明されてますね。次も順番に2ページ目も見てください。2ページ目も巻いたら縦線でもそんな緊張せんとさっと書きやというようなことを書いてます。ここね、このプリントの2ページ目です。縦線がいろいろ出てくる文字あります。そんなに緊張せんとさっと書きやというようなことで書いてます。で、お用文もそうですね、右払い左払い、楷書はほとんど、ね、こうしてこんな形で楷書は終わるけども、ね、行書の場合は右払いやったらこないして止まってもいいんですよね、もちろんこれをゆったりとこうやってもええし、いろいろありますのでね、そのバラエティーさがあるということを書いてます。で次の転接です。先ほど会社で真横書いたらガチッと押さえてクッと書いてましたやつね。この横から縦への変化するところ、横から縦へこう変化するところ、会社であればガチッと止めまりますけども、行書の場合はふわっとこう切れるぐらいに筆先だけで書いてもらったらいいです。アップダウンが強いんです。アップダウンが、ね、そういうことがここの辺で書いてありますので、転接部分ですね。これが2ページの大まかな説明です。次3ページ目見てください、ね、3ページ目は、上を大きくしたり下を小さくしたりということを書いてますと同時に、ちょっと余談ですけども皆さんにお知りおきいただきたいのは、この3ページ目の一番、アート書いた字読めますか？書いたことあるから皆さん読めますよね。痛い文字、痛い字、いろんな言い方しますけども、まあ痛い字と書いておきましょうか。ここにあります。君があって、で下に羊がありますね。これご存知ですよね。あの辺と作りが逆になっていると。本来というか普通に書くときはこれですよね。この君の下に羊が来てて、この群なんです。これ大事と言いますね。でちょっと余談です。またバックしますけれども、先ほどこの空海の書を見ていただきました。空海の書。これの裏側ですね。これ手紙文ですから、最澄さんが書いた手紙文ですから、最初に最後に自分の名前書いてます。だから空って書いて、釈、空海、行書と書いてますね。この空海の海見てください。終わりから4行目です。空の下の文字。空の下の文字です。わかります？終わりから4行目、真ん中辺です。の真ん中辺です。空の下に書いてるのがこれ海です。空海の海です。これも痛い字なんですね。普通、毎日の前の下に水を書いてますよね。これ空海の海。この水っていうのは水が流れてるこの形ですよね。つまり山水辺です。本来は山水辺の横にこの毎日の前があって海なんだけれども、この山水辺この形に変えて下に来てるわけですね。これも痛いです。これもちょっと頭に置いておいてください。
作品を作る、ね、中では異体文字、異体字をちょこちょこじゃないけど、まあまあ使いますのでね。だから幅の狭いとか低い、狭くしようとか広くしようとか、ね、自分を創作するときに一つの監視がありました。ずっと細長い字ばっかり来てたら、ちょっとここで幅の広い字入れたいな思ったら辺と継ぐよ。また反対に幅の広い字ばっかり来てるやん、ちょっと細長く書きたいなと思ったらこっちの字を使うとかね、いろいろ変えられるようにね、その自分の中で覚えておいてください、ね。はい、ちょっと余談でしたけども、たまたま出てきましたのでこれも覚えておいてくださいね。はい、また元へ戻りますね。はい、今君のところに来ましたね。あと及ぶとか終わる、この辺では上の方を小さくして下を大きく、下半身ね、デブじゃないけどもそんな感じに仕上げてますね。まあ微妙ですけどもね。あとその隣3ページ目です。あの2つは、あとの2つは辺と作りのバランス感覚ですね。これどない持ってきたら見栄えがいいかなというところですね。決まりはないんですよね、ほとんどね、決まりないけど、この辺の感じをよく味わってもらったらいいかと思います。おぼろげながらで結構です。でよくよくね、勉強して会所も業所もね、総所も税所もやった、次転所勉強しようかなと思って転所なんかを持ってきますと、もう組み合わせは自由です、はっきり言うて。本当に高い低いとか上下とか横左右の逆取りとかもう全然ありですね、テンションになってきたらね。それをずっと長い歴史の間に整理されてこないなってきてますので、やはり業種で書こうとしたらやっぱりこの辺のことをしっかり、受け止めておいてください。辺と作りはこんなのありやなって、臨書するときに、あ、ここちっちゃしてるやん、こっち大きしてるやんとかいうね、そういう意識を持ちながら臨書してもらったら結構です。あともうね、ずっと同じですね、そういったことが書いてありますね。外形どうするかとかね、斜めの線を長くすることによって動きをどうまた出すかとかいうのが書いてあります。で最後の方の5ページもそうですね、業者の特徴としては、これが5ページの、省略のところですね。皆さんもって書くとき、ね、本来はこれ書きますよね。これが行書になったら、省略できる。だから点が4つあんねんと、4つ打たなあかんかと。これはこう書いて、乱手の行であれば、まあ、上も4つでもいいけど、3つでもいいけども、こう、こう、こうと、ね。3つの点に省略できるということです。ね、4つは3つ。あと、まあ、鳥なんかでもそうですよね。もっと省略したら、点打ってこれでもね。でこう4つぐにゃ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 って顔を書いてもあかんとは言えへんけど、あまりないです、ね、4つは3つに省略してください。このムーのところですね。あとは大丈夫ですね。先ほども言いました右払いなんかの収出の形がいろいろ変わるということですのでね。で最後6ページ目ですね。ここでも筆順の変化のところで書いてあります。時とか至るとかね、いろいろあります。まあ、見といてもらったら結構です。で最後の方ではね、文字をわざと一本飛ばして書いてるとかいうふうにありますね。これも私あんまりよく知らないんですけど、昔ね、龍のことが何て言うかな、言葉を持つな、龍という字がついてる皇帝さんがおったら龍の字をちょっと変えるとかね、一本多めに書くとか一本減らすとか、それを絵に描くにしたかて龍は足何本か知りませんけども、一本欠かすとかね、増やすとか、まるっきり同じのを描いたら失礼や無礼やということで、字を一本飛ばして線を一本飛ばしたりとか、同じものとを描かないようにしてます。そういうことがここに書いてありますのでね、まああまり書く案内にあたっては関係ないかと思いますけども、ちょっと一画足らんよなとかね、多いよなとかいうのは多分そういうことが多々ありますので、それもお聞きください。るようにね、はい、次、大岸のじゃなくて空海の風信帖ですね、先ほど見せたかな、見せましたですね。その風信帖についてですね、もう概略だけ説明しておきますね、はい、この風信帖は空海さんが、最澄さんに宛てた手紙です。最澄さんにね。で3つあります。一番有名なのが、まあ、草書も入ってるんですけれども、一応行書の分類にして勉強の手本になってます。風信帖、
でここに小さく2つ載ってます。コピー状、コピー形状というのね。これ案外と総称が多いんですね。これもなかなか優れたいいものですから、実際に本を見られて、買われてですね、書かれたらいいかと思います。まあここに大きいのがありますけど、かなり総称が多いです。あとの2通はね、はい、それをまず覚えておいてくださいね。で、これはもちろん先ほどのもそうですけども手紙ですから、本当に疎通の書というんですかね、こういうふうに書いたろうとかね、ここで見せ場作ったろうとかね、あまり考えてないかと思います。普通のうまさが出てるかと思います。最初は風信運書と書き始めがありますけども、墨を一回小筆かな、手筆か分かりませんけど墨つけたらもう切れるまでずっと書いてます。でまた次のごとくで墨つけて、またこう雲やら霧やら兼ねるやら、まあね、墨がなくなるまで時間経過がしっかりこの残った紙、手紙に残ってますね。で次3行目になったらまた書いてるという、時間経過も学んでください。書道の作品はね、やっぱり見てると、あ、ここで墨が入ってて、ここでこう消えていくというね、時間経過とともにその墨の量によって立体的な感じを、ね、醸し出すことができますので、墨の扱いを学ぶということもこの空海の書、ね、風信帖を学ぶことに得られるかと思います。最初ですから結構墨つけて書いていきます。だんだん墨減ってくると、筆まっすぐ立てて筆先に墨が落ちてくるようにするかどうかはね、まあするんですけども、筆先だけで雲を切りと書いてますよね。この辺も今日はマスターしてもらったらいいかなと思います、ね、今日はこの2つの古典をまあやっていこうと思いますね。で、ですね、次だいたい手紙が多いんですよね。先ほどちょっと話しましたけども、ここにも昔に出た墨の本ですけどね、手紙の書ってあります。我々がだいたい臨書してるのは石に彫られたもの。先ほどの隷書なんかは漢の時代でしたから、中国は文字を尊ぶ国で、どうしてもね、石碑に残したい国なんですよ。石に彫って誰々が手柄立てたとかね、小森先生が何かで頑張ってくれたな、まあ火立てようかって日本でなかなかそんなありませんけども、中国ではね、なんていうんですかね、戦いとか何かあったね、そしたら火を立てようということで石碑を見て書く、あるいは蘭亭の序やら、この風信帖やら、まあ、中国じゃないですけどもね、あと皆さん趙子建、それから歌唱記、いろんな人の作品を見るかと思います。米仏も見るかと思います。みんな石徳と言って手紙文を結構見るんですよね。それを手本にします。で手紙文見て何で書くんやとね、多分当時の人、ね、空海にしてもそうですけど、なんで俺が最初にやった手紙がみんな手本にして書いてんのと、まあ、どっかで見てたらね、そういうふうに思ってると思うんですよね。適当に書いたのにとかね、思ってるかどうかわからないですけども、それを疎水の書と、あまり気負わないでさらっと書いた、それを学んでほしいかなと思います、ね。ここにまた本もあるから、また見てもらったらいいんですけどね、なかなか手紙も面白いですよ。その人の人となりというかね、自然感が非常に出てますのでね、また時間があったら見てください。もちろんここに、空海の風信帖も紹介されています、ね。こちらには九角帖もあります、ね、これは最澄さんですけどね、はい。そしたら、実際に書いてもらうことを説明させてもらいます。今日は半紙に二文字というね、簡単なような難しいようなことをさせてもらいます。プリントが小さいのが4枚あるかと思います。4枚ね、まず蘭亭の帖からいきますね。蘭亭ね、これは2行目に出てきます。この丸にって書いてるのは全て何行目に出てくるからです。先ほどのプリントでも説明し忘れましたけども、こういうところに22とか書いてますね。これ私がそこから抜粋した時の行数です。あ、22行目見たらこの位置があるんやなと、ね、昔っていう字は21行目に出てくるんやなということが理解できるかと思いますのでね、臨書していく中で、ややこしかったらこれを見てもらったらいいかと思いますね。でここでは蘭亭の序は2行目に出てくる、で茂る林っていうのは4行目に出てきます。まあいっぱいいいとこあるんですけどね、今日はこの蘭亭の序を緻密に見てほしいんです。緻密に見てもらって、筆先が紙から離れるか離れへんかぐらいを、ね、ベタッとついたら
黒が紙に移ります。もう筆をまっすぐ吊り上げていくと、そのまま置いたら筆の先の毛の1本2本だけが紙に接している、ね、筆先の毛1、2本が紙に接するしてる中で動きを捉える、そういう練習もしてほしいです。まあ筆の吊り方ですよね。押さえて吊る。僕はいつも書いてるときね、生徒に言うのは、クラゲ見てみ、クラゲふわーふわーと動いてるやろ、そんな感じで筆を動かしてみ、吊ったりふわーっとなったりね、下へ下がったらクラゲがふわーっと開きますよね。でシューッと動きますよね。筆の開き開閉ですね。これをするにはクラゲがこう海ね、水族館の中にありますけども、それを想像しながら筆を使ってちょうだい。でそのするためには墨をいつもよりもちょっと多い目にしてください。多なかったらふわっと開くけども、次ね、多かったら開いてこう閉じますけど、少なかったら初め開きません、ね、筆が自然に紙に接触すると同時にふわっと開くような感じの墨の量で、引き上げるとスッとしぼむような、それをマスターしてもらおうと思って、こういうややこしいところ、ね、こういうややこしいところを抜粋して今日はお手本にしようとしたんですね。また後で書きますけれども、これを今日は書いています。文字の形としては、ここの下が短いなとか、ここ長いなとかね、まず、見ることに時間をかけてください、ね、さっきも言ったか、どうかこう参加での授業になるとね、ここで話したんかな、どこで話したんかね、自分の頭の中でめっこんがなってしまうんですけども、10分間臨床する時間与えられたら、僕いつも言うのは7分間ぐらいはずっとにらめっこして、人差し指で書いてもええから書き、前回の授業で私解消した時に、人差し指は人差す指やけど文字書く指やでっていう話をしたんですね。今日初めての人ね、文字書く指っていうのは文房具がなかって人に文字を知らせるときには絶対この指で書きますよね、まあ、こんな小指で書く人少ないんですよね。これは一番脳の神経が文字に携わっているということです。で一番器用な指ですから、これで書いてもらう、なぞりながらでもいいけど、10分あったら7分ぐらいは見ると、しっかり頭に叩き込むと、8割方叩き込むと、忘れてるときだけたまにちらっと頬状を見て書くと、そのようにしてもらったらいいかと。でね、しっかり緻密に見てください。この高さの変化ですね。でバランス的には真正面向いてません、ちょっと斜めに構えてます、斜めに構えてます。で安定をどしっとしてません、行書の場合は、まあ、してる文字もありますけれども、なんか一つやったらちょっとバランスしんどいな、どっちかに偏った重力をかけてます。人間が表付けして立てたら硬いですよね、やっぱり行くがごとしですから、こう立ててもどっちかの足に力を加えてたらちょっとこらえなんて楽ですよね。そういうふうな構えで文字を見える人はこれで結構です。これややこしいところは自由でいいかと思います。まあ点で口角の周りやし、口角とか最後点の周りです。とにかくここからここまでの距離感を長くしてください。次は林ですね。ドンと取ります。スッと細い目にして、でこう上上げて逆質になるようにこう取ります。ここからここへ戻ってきて、またここへこうひっくり上がるようにして、ちょっと短めにして、ここへ帰ってきて、ここへぶつかる、はい、スーッと空中でここへ入ってきて、スーッとこう置いてください。ペタンとこう腕を、でそのままこっちずらしながらこっちへこう来て、ちょっとやりすぎましたけども、喋ってながらこう来て、そのまま上げてください。でここで右上がりの線をこう作る、押さえて、あまり回収と変わらないですね。ここへヒューでスー上げるときはちゃんと腕を髪からはみ出るぐらい腕を上げてくださいね。でかなり右上がりですから、この辺からかなり右上がりです。で交通事故を起きるぐらいにギリギリまでここ間開けてきてください。印刷ではなんかくっついてるみたいですけど、できたら上げてください。そのままこっちへ帰ってぶつかってきます。でこうまた腕こう上げて、これこうひと曲げながら、今度はここへピュッとこう押さえる。これは風ですね。空気の通り道ですね。これがありますよね。皆さん工作でも風かくときに虫をど真ん中かかないですよね。どっちか寄せますよね。寄せた方が面白いですし、次の受け方で展開できますのでね。次雲です。点を打ちます。でからこうして、次ここへこう押さえます。しっかりこう、今滑るからあれですけども、まあ、引っ掛けながらこう自然にこう、今度右左上かこう上げてもらって、そのままこう上がってもらって、1回爪の点点というかな、線というかな。で、あとは分かりにくければここで数字の3書こうと思って、こう書いてもらって、これが数字ですね。はい、